福島県立立花高等学校は、福島県福島市に所在する県立高等学校。略称は、立花。1897年に開校した福島高等女学校を前身とする。1948年の学生改革により、福島県立福島女子高等学校に改称。2003年、男女共学を開始した際に現校名に改称した。 旧略章は、副音が、全日制過程で、普通科がある。校訓、自主、自立、自立のもと、自由な校風、ブレザーの未指定。かつては三期制であったが、現在は二期制となった。また、校歌は現行名への解消時に変わり、校歌としては、珍しい根性四部合唱となっている。毎年、福島大学に多数合格者を輩出しており、これは、 県内トップクラスの人数である。毎年学年の半分以上の生徒が国公立大学に合格している。現役で合格をする生徒が高く、老人生は少人数である。詳しくは立花高校公式サイトを参照。陸上競技、バスケットボール、バレーボール、サッカー、テニス、ソフトボール、卓球、ハンドボール、バドミントン、水泳、剣道、 弓道、山岳、スキー、公式野球、応援団演劇、合唱、還元学、美術、書道、写真、放送、囲碁、食物、科学、英語、JRC、文芸、稼働、作動、服飾デザイン、ダンス福島県立福島女子高等学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。